1月15日日曜日の全国の天気をお伝えします。広くすっきりしない空が広がります。東北の南部から西日本各地にかけて雲の広がり、雨の降ることがありそうです。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。北陸から北の日本海側では雨や雪の降りやすい天気、東北北部太平洋側で特に雪の降りやすい天気となります。外出には傘をお持ちください。北海道は札幌や旭川で日差しが届きますが、道東では雲の広がりやすい天気となります。そして気温は前日よりもぐっと下がって、北海道では各地真冬日の予想、その他も北日本や東日本を中心に前日よりも寒く感じられそうです。体感の変化で体調を崩さないようお気をつけください。詳しい情報はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。